で、一方ですね、夫はね、上海へ出張を命じられて3日ほどで帰ってきます。なんで上海出張3日間というとね、夫が言うんです。実はね、上海支店へ転勤が決まったんだよ。で、この間の出張はそのテストケース、試験的な、まあ、上海というところを見ておいてくれ、言われる試験的なね、命令だったんだ。いよいよ本格的に上海転勤が決まったんだよ。喜んでくれ。銀行を辞めて一緒に来てくれるだろう。上海で住む家の大きさ、君見たらびっくりするよ。初めは慣れないかもしれんけど、上海といえば昔から国際都市として有名で、だから普通の中国じゃない、外国の雰囲気がいっぱいでね、とても外国人には住みやすいところなんだよ。一緒に来てくれるだろうね、と言うた時に、宮沢りえが、はい、一緒に行きますとは言わなかったんです。私ね、今責任ある地位についてるの、簡単に銀行を辞めるわけにはいかないのよ。まあ、あれもやらんなん、これもやらんなんと、いっぱいやらんなんことあるしね、ちょっと考えさせてちょうだいと言うとね、夫はがっかりした顔になりますね。じゃあ僕は上海へ単身赴任するかもしれないのかい。もしかしたらそうお願いするかもしれないわ。夫は非常に気落ちした顔になりますね。で、だんだん若い大学生の浩太に溺れていった宮沢りえはね、もうお客様から預かったお金にだんだんと100万200万300万と手をつけ始めます。で、ここにね、往年のアイドル中原ひとみって、かなちゃんは知らんと思いますね。江原慎二郎さんの奥さんになった人でね、バンビというあだ名で、かわいいかわいいアイドル中のアイドルやったんです。この人が今ね、78歳くらいになりましてね、映画の中でもう頭の髪の毛真っ白でね、ちょっと認知症にかかってます。で、一人暮らしなんです。で、いつもニコ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 してますね。人の良いおばあちゃんになったんです。で、おばあちゃんが訪ねてきた宮沢りえに言いますね。この私、あなた、そう、300万円お預けしたけど、あのまま銀行に入れてくれた？はい、300万円確かに入金して、そうして証書も持ってまいりました。そうでしょう、おばあちゃん。はあ、着物買いたいんで、あの300万円下ろしてきてくれない？あ、契約解除するんですか？ご損でございますよ。いや、それ、あ、そうか。損なんですね。いいわ、そのまま預けといてちょうだいって、もう、こっつ曖昧なんです、態度が。年いて、半ば認知症になってますから。と、宮沢りえは銀行へ戻ってね、机並べて仕事している大島優子。この子が今の若い女の子らしい、大変なちゃっかりもんなんですがね、大島優子、うまいんです、これがまた、言うんです。この間、玉江さんという年いた女性から預かってきた定期預金300万、あれ急にね、使いたいとおっしゃったんで、払い戻ししたいの。その手続き、私がやりましょうか。言うんでね、大島優子、いえいえ、私やります。あなたやらなくてもいいですよ。いえ、私自分でやります。言うて、こっからね、もう手口が、映画は実に詳しく説明していくんです。でね、一旦書いた定期預金の証書をね、チャラにする。これをね、書き損じと書いて、銀行では初損というらしいんです。で、初損が生じた場合、書き損じた証書は、綴り、ちゃんと書き損じた証書ばっかり、何十枚と綴りになってる。そこへね、一枚加えて綴って、書き損じましたという理由を書いて、そうして上役の判子をもらわないかんのですね。ところがね、それ、私、自分でやりますって宮沢りえ言うんです。大島優子が、あ、そんなこと私の担当ですから、私やりますよ。いえ、私今後もこういうことあったらいけないので、今のうちに覚えておきたいんで、自分でやるわ、と言うてね、そうして、書き損じ、初損の証書をね、自分の、ブラウスの下へねじ込んでね、そうして、書き損じの理由を書いて、一旦は、上役、係長のとこへ持って行って、この通り書き損じました。これ、
一旦預けた定期預金を契約解除したいとおっしゃるので、この証書を元へ戻します、書き損じ所存ですと言って判子をもらうんです。で、その書き損じたという証書を綴りの中へ綴らないで自分のブラウスの下へ押し込むんですね。で、家へ帰りまして、これにアイロンをかけて、コピーって機械ありますね。これ使いましてね、シワ伸ばして、まっさらの証書にしてしまうんですよね。そうして、おばあちゃんのとこへ、中原ひとみさんのとこへ持って行ってね、この通り、定期預金に入れときましたよ、と言いながら、銀行には300万円払い戻してほしいっておばあちゃん言うたはりますよ。言うてその300万は自分のバッグの中へ押し込んで、おばあちゃんには定期預金しましたよと、所存、書き損じたと銀行に届けた証書を家へ持って帰って、綴りの中に入れないで、家へ持って帰って、綺麗にアイロン当ててね、そうしてコピー機つこて、上役のハンコなんかも上手にコピーしてね、おばあちゃんに渡すと、もう中原ひとみさんも半分認知症になってますから、で、宮沢りえを腹の底から信用してますから、疑いません。ああ、ご苦労さん、やっぱりちゃんと定期預金にしといてくださったのね。はい、定期預金に預けておきました。300万円ちゃんと入れときました。ありがとうね、言うて全然疑わないですよね。で、こういう手口でね、石橋蓮司、平林のおじんから預かった、例えば、定期預金のお金、国債買うお金、投資信託のお金、それから池内さんというご夫婦はね、ここも金持ちなんですね。ベンベイ、BMW の新車を買うというお金。ベンベイという新車を買いますから、おろしてくださいなというお金もね、それはおろして持っていきますよ。そやけれども、またその代わりに預かったお金、これは横領してしまうわけなんです。で、ちゃんとね、銀行行きますと、定期預金の証書、何にも書いてない、まっさらのものがね、ちゃんと保管庫というところに入れてあるんです。で、この保管庫の鍵開けるのは、上役の鍵、こっちへ渡してもらう必要ありますね。それうまいこと嘘ついてね、鍵預かって保管庫からまっさらの証書を出して、その証書に定期預金300万預かりました、金額200万預かりましたと書き込んでね、お得意様へ持って行って、お金は自分のポケットを入れてしまうんです。で、こうやってね、高田という大学生と一流ホテルのスイートルームでデートをしたりですね、一流レストランで食事をしたり、値段の高いワインを飲んだり、遊びは回って、しかもその大学生のために高級会社を買うてやるんです。さらにマンションまで借りてやるわけです。もう歯止め効かないですよ。で、宮沢りえのうまいところはね、この普通平凡な主婦やった、この梅沢りかがね、もう恋に溺れてくる。泥沼にはまり込んでしまう。で、銀行の金を次から次へ横領してね、その金でその浩太という大学生にいろんなものを買い与えたり、マンション借りてやったりしてるでしょ。でも愛し合いながらね、その浩太との遊び、それに泥沼に落ちながら時々ふっと、いや、私何してんやろ、こんなことしていいのかしらってふっと自覚する時がありますね。その時宮沢りえの表情がスーッと変わるんですよ。たとえ浩太の腕に抱かれていても、私何してんねやろこれ、ふっと気がつくとね、怯えるんです。必ずバレるに違いない。バレた時に私どうなるやろ、夫はどうなるやろ、私の実家はどうなるやろ、迷惑かかる、こんなことしてええのかしらと思いつつですね、宮沢りえの表情が迷い、戸惑いにふっと変わって、次の瞬間、でもやっぱり私この人から離れることできない、こんな眩しい若さ、こんなたくましい若さを持って力いっぱい私を抱きしめてくれるこの人を失いたくない、何としてもつなぎ止めたい、またそういう気持ちがわっと表情に現れるんです。宮沢りえがうまい。そうしてね、一方机並べて仕事してる大島優子、銀行はほら制服着てるでしょ。で、
夕方、私服に着替えて帰りますと、更衣室、着替えの部屋ありますね。二人きりになった時、大島優子が言うんです。は、梅沢さん、ええ時計してますね。勤務中それ、外しといた方がいいわよ。なんで、銀行というところは、絶えず見張られているのよ。言葉、態度、服装、持ち物、絶えず絶えず、みんなが見張ってるのよ。で、なんでか言うたら、人さんのお金、量さんのお金、扱う仕事でしょ。間違いがあったらいかんからね、いつもみんなで見張ってるのよ。そんな良い時計はめてたら、ダメなのよ。隠しなさい。勤務中は外しておきなさい。私もね、こんな時計持ってるけどもね、勤務中外してるの。今から帰るから腕にはめるわって、ロレックスの時計出すんです。で、自分の腕にはめるんです。で、まあ、私こんなこと言うてよくないけど、あんた口が固いから言うけどね、私もね、上役のあの今井さんの不正ちょっと手伝うてんのよ。え？あなた愛人なの？うちの同じ銀行、若葉銀行つくよみ台支店、同じ銀行同じ支店で働いている上役の愛人なの？そうなのよ。で、私あの人の不正手伝うてんの。どんなことをあの人の不正って。実は銀行というところは1年に私は確か2回やったと思うんですが、本店から監査が来ましてね、どれくらいの営業成績を上げておるかどうか調べに来ます。するとね、営業成績が上がってるところは、つまり分かりやすく言うと、大いに儲けてる支店は大威張りですね。報告書を堂々と本店監査の人に見せます。これだけ頑張って、これだけの成績を上げております。ところがね、営業成績が上がってない。前の監査に来た時よりも下がっている。1年のうち前と後ろ、前期と後期に分けて、前期は良かったけど後期はガクンと成績が下がってる。お客様からいただく預金も少ない。で、預金の運用も下手だから、儲けが、利潤が下がってる場合はね、ごまかすんですね。それは映画の話ですよ、言うときますが、大島優子が言うんです。いかにも儲かってるという数字を書いて本店に出すんですって。そしたら、辻褄合わんでしょ、金額が。例えば、まあ、今期の利益が5000万円とすると、7000万円と書いて本店に報告をする。な、2000万円どうするか言うたら、ぼちぼちとゆっくりと後から埋めていくんですって。そのために私、今井次長と一緒に嘘の伝票を書いてるのよって言うんです。それ聞いた時、宮沢りえはある程度ホッとしますね。ああ、私だけではないのかと。そうして大島優子は今井次長の愛人になって、ロレックスの腕時計なんか買うてもろて。でもそれは勤務中は絶対はめない。で、この二人と机並べて働いてる後ろに、小林さとみ、勤続25年というベテランの女子工員がおります。この小林さとみがまた怖い。